皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの特別内容をお送りしております。6月はターンアウト月間と題しまして、ターンアウトにまつわる記事をポッドキャストでピックアップしていきます。もちろんこれはターンアウトできてますかという私の2作目となる本の先行予約期間中だからってこともありますよ。こちらすでに私の手を離れまして印刷工程に入っております。今回のページ数も前回と同じく140ページを超えました。ってことは本が立つほど分厚いでございます。今回はスペルミスがないといいなとは思ってますが、まあ人間が作ってるのでね、本の制作って人間じゃないとできないんですよね。教師、トレーナー、そして何かをクリエイトするという仕事はいくらロボットが浸透してきたとしても人間の仕事だそうです。私の場合ロボットに仕事を取られちゃう心配は今のところないようです。さて今日のポッドキャストはロシア人だからターンアウトができるという記事。ロボットのように形通りのダンサーというのはいません。股関節もロシア人だから特別ではないということをお話ししていきます。では本文です。先日 Facebook で気になるポストを見たのでその後研究していました。ロシア人だからターンアウトができる、そうなのか、そんなに簡単に一括りができるのか、ロシア人というホモセピアンはそんなに股関節の作りが違うのか、ターンアウトができるようになる秘密を知りたいということで深く見ていきましょう。ここで指すロシア人は多分 1.435 億人の人口を指さないだろうね。普通のおっちゃんもターンアウトができるのだろうか。おっさんダンサーで有名なトロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団はニューヨークが拠点なんだけどね。さてロシア人ダンサーはというと、私たちの頭に浮かぶものってあの若のバレエですよね。だから多分ここら辺のダンサーを指すのでしょう。では観察してみましょう。ワグノーバレエ。アカデミーは約300年の歴史を誇る名門校で、素晴らしいダンサー、教師、振付家を毎年数多く出している学校です。なんて今更私に言われても仕方ないですね。生徒たちは基本的に10歳で入学。私は9歳だと思ってましたが、まとめサイトによると10歳だそうです。その後9年間の総合舞踊教育を受けるそうです。クラシックバレエ、ロシアンキャラクター、モダンダンスなどをやり、1日6から8時間が現実にはそんなに簡単ではない。毎年4000人以上が受験し、60名ほどしか選ばれません。クラスでは成績の良い子が鏡の反対側、つまりスタジオの真ん中でレッスンを受けられるという毎日現実チェックが行われ、体重が増えたら成績が落とされ、在学中に3分の2が退学。ということは4000人の中から選ばれた20人程度のスーパーダンサーしか残らないということになります。しかもこの少人数のクラス、数多くのダンサーを育ててきた経験豊かな教師群が毎日すごい量のレッスンをやっていると。ここがロシア人だからターンアウトができるの答えだと私は思います。体格的にも骨格的にも選び抜かれたバレリーナの卵が国立のバレエアカデミーで毎日豪華教師群に指導されながら、毎日自分の実力を目の当たりにしながら、それでも夢を果たすべく踊り続ける10代。それをこなすと、あの踊り、あの体になるのではないでしょうか。つまり、生まれてきた時から何もしないでダンサーということではなくって、それなりの努力を10年間かけてしてきたということですよね。日本のバレエ人口はとても多いです。全国でオーディションをし、トップだけを選び、芸術を教えることだけに精を出してきた教師群に学び、義務教育で通う年齢で6時間から8時間を取り、そして国がその学校をちゃんとサポートしているとしたら、もちろん日本でもそれに見合うダンサーが生まれるのではないでしょうか。というか、もう生まれてますよね。2013年に日本人初でマリンスキーに入団した石井久美子さん。その先生のコメント同国に載せておきます。彼女は跳躍力もあり、ターンも素晴らしく、フットワークも綺麗で、すべてにおいて優れているわ。それもすべて練習のおかげよ。バレリーナになるのは本当に難しいのよ。たとえ才能があっても、頭が良くても、たゆまぬ努力を続けていかなければならないのよ。高く上がる足や美しいつま先、そして体型の形だけ真似してもここまでは達成できません。アルティナイ・アシル・ムラートは芸術監督は言っています。学ぶべきものがないと思ったら進歩は止まる。目上の人に挨拶できるか、なぜここに来たかを自覚し、どう成長していくべきか自分で学び取っていかないと。心も体も磨き続けること、努力を続けること。それがターンアウトの秘訣だと私個人は思います。あ、ターンアウトだけじゃなくって、きっとバレエだけじゃなく人生すべてに言えることなんだろうな。いかがでしたか？この内容はこっちの生徒たちにも聞かれるんですよ。
ほら、日本では欧米人という括りにしますが、欧米人といっても様々な股関節体型、そして DNA があります。みんながみんな、アホイメ、金髪、足が長いではないんです。そしてその子たちにも悩みがあります。日本人みたいにジャンプ力がないのは何でとかね。確かにアジア系は筋肉が柔らかいなんて言われてますね。これは身長が伸びるスピードも関係しているのかもしれないし、食生活なのかもしれませんが、私には分かりません。分かったところで役に立つ知識でもないので無視しちゃいましょう。それよりは自分の持っているものをしっかりとトレーニングする。これに限りますよね。ということで、今週のポッドキャストはここまで。また来週、ターンアウトについて語っていきましょう。ハッピーランティング、佐藤愛でした。